画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。今回、本日2度目の投稿となります。よろしくお願いします。先ほど、2時間前ですかね、龍虎の剣2、やらせていただきましたが、見ていただいた方から、KOF もやってほしいという、要望をいただきました。ありがとうございます。ちょうどですね、KOF98 のアルティメットファイティング、これをちょうど持っていたので、アーカイブで、持っていたので、やらせていただきたいと思います。使いますキャラクターがですね、The King of Fighters! アーケードと違いまして、無限に時間がありますので、ゆっくり選ばせていただきます。先方は、どれにしましょうかね。裏山吹きでいきましょうか。そして2番目を、クラークでいきましょうか。そして最後に、キスナゲージを使います。このキングオブファイターズシリーズは、3対3のチームマッチとなっております。1人が、1人同士が戦って、勝ち抜き戦ですね。そして1回勝っても、ある程度しか、回復しないので、どれだけ残したまま、倒せるのかもポイントですね。あっという間にやられましたが、さあフラッグはどうでしょうかね。私この、コントローラーでやってるので、ゲーセンほどうまくコマンドが入力できませんが、ご了承ください。避けられてしまいましたが、ローリングクリドルですね。なんとか勝ちましたが、次は、私の大嫌いな、ダイモンゴローですね。やられますよね。さあ、ストラディーで勝てるんでしょうか。いささか不安ですが、おお、危ない。
削って、しょっぱい試合になってしまいましたが、ご了承ください。ダメでしたね。おっと、やっぱり、ゲーセンでも、私はフラッグは結構安定しているので、頑張ってくれてますね。最後はバルカンパンチを決めました。そして、アサミアテナですね。はい、決まりました。ウルトラアルゼンチンバックブレイカーですね。クラックでなんとか頑張ってますが、ワンクレクレジットはワンクレクリアできるんでしょうかね。今回クラークは、対象でいきます。先方はキサラギエイジですね。キサラゲージは近距離強キックが二段技なんで、連続技がやりやすいですね。意外とこの気候砲、敵が当たってくれるんで、乱発しても全然問題ないです。この雑魚が、山崎ですね。
次はビリーカーンですね。はい、断続ソロ編が始まりました。マックスバージョンですね。ほとんど消費をフィニッシュに持ってこれなかったので、矢吹慎吾が中ボスとして、登場しました。に結構当たってくれたと思うんですが、こんな感じで。最後が2番目の、戦いでしょうか。ラウンド1、ガローチームですね。レディーゴー。飛行法、飛行法、飛行法、ガンガン押していきましょう。投げを食らいましたが、おっと食らってしまいましたが、はい、断トツ派が決まりました。次は超東ですね。さあ、飛び越えてしまいました。弱足でやられましたね。サドマフが決まりました。キロチンが決まりましたね。最後に、ガロー伝説の主人公テリー・ボガードが来ましたね。山だけで勝てんのかな。
取られてしまいましたね。最後は、安定感抜群のクラークで、おっと、なんとか勝ちましたが、しょっぱい試合ですみません。では、96の、ボスチームですね。Let's burn it up! Lady...このボスチームは、防御力がかなり高く設定されているので、ガンガン攻めていかないと当たり負けしてしまうので、どんどん攻めていきましょう。最後はサドマードを決めました。さあ次は、ミスタービッグですね。ちなみに、龍子の剣では苦手ですが、キングオブファイターズでは、あまり苦手意識はありません。もし負けても次のブラックに楽をさせましょう。と山崎で2人に勝てると思いませんでしたので、なかなかいい感じですね。さあ最後は、ギースです。レディーゴなんかクソな予感がしたんですけどね。ガードモーションができてます。最後はアルゼンチンバックリーからの、フラッシングエルボーで決めましたね。さあ、最後はゲーニッツですね。私はこのゲーニッツは苦手です。レディーゴー。そうですね。
ところで追い込みましょう。一瞬で目の前に現れる竜巻は嫌ですね。こんな感じで、2回連続で食らうので、さあいきなり如月ですが、やれるんでしょうか。なかなかいいんじゃないでしょうか。ガンガン押していきましょう。おっと、はい、ダンテス長老権も決まりましたが、決まりました。さあ、今回 KOF98 アルティメットファイト、やらせていただきましたが、いかがでしょうか。今回かなり短い動画となりましたが、格闘ゲームファンの方が、見ていただければ、あまり偽ゲーとも、神ゲーとも言えません、神ゲームプレイとも言えませんが、見て楽しんでいただければありがたいです。今回どうもありがとうございました。うつぼでした。